太陽国海兵隊は太陽国の海兵隊。19世紀に海賊対策部隊が独立したもので幾度かの改変を経て、現在は水陸両用船と沿岸警備を主な任務としている。ナラーティワートラーチャナカリン王女の葬儀式典において行進を行う隊員銃を構える隊員古くから海上交易が盛んであった太陽国では、 海上交通の安全確保が重要であった。当初は陸軍の不評が海賊対策などのために船舶不評として艦船へ配属されていた。1833年、船舶不評がラーマ3世の直令によりイギリス海兵隊に習った海兵隊として独立した。1932年の改革により第一海兵大隊が編成され、 1937年には第二海兵大隊が編成された。そして第二次世界大戦の終戦時には7個大隊となっていた。1951年、アメリカの海兵隊及び海軍の支援により水陸両用戦能力を持つ部隊へと改変された。同時に対応国海軍へ編入された。当時は共産主義勢力が インドシナの独立紛争などを支援しており、勢力拡大のためにタイへも進行してきていた。そのため、海兵隊も1950年代マ九百六1960年代にかけてタイゲリラ活動を展開した。1970年代にはマレーシア国境付近で2個旅団を展開した。現在の太陽国海兵隊は1個師団編成の両養船部隊と 地域配備部隊を有している。9個の海兵ライフル大隊は、ローテーションで応急の警備も行っている。地域配備部隊は3個の作戦艦区に分かれ、沿岸警備を任務としている。荒木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 。ありがとうございます。